角群れ城は、大分県九州郡九州町の角前山にあった山城。公安年間に森浅通により築かれたとされる。国の史跡。九州盆地は、平安時代から九州郡州によって支配されていたが、角群れ城は、公安年間に九州郡州の森浅通により文後国から、武前国に抜ける、交通の要衝に位置し、天然の要害である角、前山に築かれたと伝えられる。 ただし、資料において、その存在が確認できるのは、文明7年が最初である。その後、戦国時代には、武前の大内氏と文後の大友氏との争いを、背景により堅固に補強された。天正14年の島津義弘による文後侵攻の折には、ク群衆が牢上したが、島津軍の攻撃にも落城することはなく、難攻不落の城として、なお高めた。 文禄三年から慶長五年にかけて、北の毛利厚生が、楠の拠点として、角群れ城を整備した。しかし、慶長六年に、苦島長地下が入法し、森藩が立藩されると、苦島氏が城主の格式を許さなかったため角群れ城は、廃城とされ、山麓に、陣屋が置かれた。一方、木島高行は、角群れ城の高い手書きについて、 苦島氏が入法後に築かれたものと評価しており、慶長6年廃帳の通説を否定している。2017年、俗日本百名城に選定された。角漏城は、毛利構成によって、中世の山城から、石垣や柳楽門を持つ金世の城郭に、作り替えられたとされ、その遺構からは、中世の城郭から、金世の城郭への遺構の様子を伺うことができる。 各遺山の頂上から、本丸、二の丸、三の丸の順に配置され、伝、絡めて門跡には、あの墨とも呼ばれる野面墨の石垣が残っている。これは、安土城にも見られるという近世の山城の特徴であるという。大分自動車道クスインターチェンジより、国道387号経由、三の丸後まで車が入る。ありがとうございます。